横浜 FC の菅選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですかキャンプここまでのところ、少し怪我があるみたいですが。そうですね、まあ、チームの方は本当に、順調に来てると思います。まあ、ミーティングとかもねすごい多いですし、多いというかほぼ毎日やってますし、それはでも本当に必要なことをやっていて、まあ、先日のその落とし込みというか、ね、それをグラウンドでやってまた確認でまたミーティングでね全てそのみんなに伝えてますので、そういう意味では選手たちの理解度も高いですし、非常に技術的に高い選手も新しく入ってきましたので、ね、そういう意味ですごい競争力もすごく高まったと思いますので、見ていて、まあ、僕はあんまりその和歌山キャンプ参加できなかったので、ね、見ていて非常にこう順調だなというのを感じましたね、まあ、まだね実際なんですか JFL とか J2 とかこれから J1 とやっていくと思うんですけど、まだその敵とやってないんでね、味方同士でしかまだやってないんで、自分たちの立ち位置ってのははっきりとは分からないんですけど、まあ、ここまでは怪我人も僕以外いませんしね、順調に来てると思います、ね。でまあ、13年ぶりの、ね、J1 っていうことなんだけども、まあ、意気込みみたいなのをちょっと聞かせてもらえるかな、J1 に対して。そうですね、やはりまあ、僕ずっと、ね、J1 で、J2 でやってましたけど、そのやはりテレビの、ね、試合の中継を見ても、常にそのやっぱり技術的にものすごい高い、J2 とはまた全然違うレベルにあると思いますので、そこでやっぱり自分たちがどのぐらいできるかっていうのは楽しみですね。やはり本当に今ね、自分たちがどのぐらいにあるのかって全く分かんないんでね、楽しみでもあるし、そういう分ちょっとこうなんていうんですか、不安みたいなのもありますけど、まあいいベテランもたくさんいますし、いい僕じゃないですよ向こうですいやいや11歳ぐらい年下のそう11歳年下でもう40代ですから年下のいいベテランもいますから、いますし、若い選手もね、思いっきり何ですか、物おじせず、みんなやってますんで、そういう意味では楽しみですね。最後にフットブレインの視聴者にちょっとメッセージをいただければなと思いますか。まあ13年ぶりのねチームとしても僕としても、J1 への挑戦なんですけど、まあ、厳しい戦いになることは分かってますけど、楽しみたいなと思います。焦らずに、はい、焦らずに、ゆっくり、焦ります。